俺は田中翔、23歳。この屋敷で使用人をしている。しかし、このお嬢様が一筋縄ではいかない人だった。お待たせしました、お嬢様。呼んだら3秒で来なさいといつも言ってるでしょ。あ、はい。彼女は俺が仕えている伊藤アンナ様、21歳。この家のお嬢様で名門大学に通っている。美人だが、とにかくわがままで横暴だ。例えば食事の時には。田中、すぐ後ろに立たれると食べにくいわ。お嬢様が昨日そうしろと言ったのでは。気が変わったのよ。さらにお風呂の時には。私の入浴が終わるまでここで見張っていなさい。それなら俺をここまで連れてこない方が安全なのでは。私がいない間に部屋を漁られたら嫌だもの。とこんな具合に思いつきのわがままに振り回される日々だ。相変わらず深いため息ですね。彼はメイド長のオタクダさん。いつも俺の相談に乗ってくれている人だ。これでもお嬢様には感謝してるんですよ。拾ってもらったわけですし。こんな生活が始まったのは3ヶ月前。就活に失敗した俺がやさぐれた気持ちで街を歩いていた時のことだ。これ以上絡むなら人を呼ぶわよ。呼んだって誰も助けちゃくれねえぜ。何してるんですか。警察を呼びましたからね。おとなしく言うこと聞きそうだから声かけたけど、こんな地味女こっちから願い下げだぜ。よかった言ってくれて。じゃあ俺はこれで。ありがとう、助かったわ。いや、これくらい別に。俺と言ってはなんだけど。そして連れてこられたのがこの大きな屋敷。地味な格好はお嬢様の変装だったのだ。なぜあんな格好をしてたのかは教えてくれなかったが、お嬢様は俺を気に入ったらしく、使用人として働いてほしいと頼んできた。無職だっただけに俺は喜んで飛びついた結果今に至る。まあ他に俺を雇ってくれるところなんてないので、今は頑張るしかないんですけどね。それではもう一周屋敷の掃除をしましょうか。お宅田さんもなかなか人使いが荒いんだよな。それから数日後。なんな、いい相手を見つけたんだ。今度こそお前も気に入るぞ。お父様、いつも言ってるわよね、お見合いなんかしないわ。だが。お見合いを断ったのはこれで何度目だ。俺が知ってるだけでも5回目だぞ。お父様、どうして結婚を焦るの。私をビジネスの道具にするつもり。そんなことはない。それなら断ってちょうだい。わかった。あんなに固くなに。お嬢様、好きな人でもいるのか。ま、俺には関係ないけど。それより少しでもわがままが収まってくれたらいいなと思っていたのだが、その後もお嬢様は変わらずで。あなた本当にダンスが下手ね。経験がないもので。っていうかダンスってこんなに密着するものなのか。あなたが笑われたら私も笑われることになるのよ。もっと必死になりなさい。それとダンス中に照れて顔を赤くするのはやめなさい。みっともないわ。お嬢様こそ。あなたが下手なせいでちょっと辛い体勢になってるだけよ。別の時には。あなた、使用人とはいえ他人行儀すぎよ。試しに私を名前で呼びなさい。俺、異性を名前で呼んだことないぞ。その上相手はお嬢様。あんなお嬢様。なぜ疑問形なの。私の存在を疑わないでちょうだい。それとお嬢様呼びはなしよ。ハードル上げてきた。お嬢様のことだ、言わない限り一生終わらないぞ。アンナ。やればできるじゃない。
あの、お嬢様。何よ。背中を向けているということは、やっぱり気に入らなかったのでは。別に、私の勝手でしょ。何なんだ、最近のお嬢様がいつもに増しておかしくないか。そう思っていたある日、とんでもない事件が起きてしまった。いつもの時間には少し早いけど、まあ少しくらい平気だろう。あれ、お嬢様の部屋の扉が開いてる。しゅー、だっ、俺またなんかやっちゃった。やっぱり私にお見合いなんて必要ないわ。小以上の男なんてどこにもいないもの。だが、お嬢様、どうして俺の名前を叫びながらあんな。だが、しまっ、誰？これはごまかせないか。すみません。あなたいつから？たった今ですよ。あの、よほどぬいぐるみがお好きなんですね。気を使わなくていいわ、全部見てたんでしょ。これはあなたを思って作ったの。あなたのことが好きだから。え、お嬢様は俺のことを嫌ってたはずじゃ。そう思われても仕方ないわ、あなたを嫌ってるように振る舞っていたんだもの。それはどういう。どれだけ先延ばししようとも、私はお父様が決めた相手と結婚させられるのよ。好きになっても苦しいだけだから、嫌いなふりであなたを遠ざけて、その代わりにあなたをモデルにしたぬいぐるみで気持ちをごまかしていたの。今までずっとごめんなさい。あなたのいろいろな表情を見たくてたくさん意地悪言ってたの。よりあなたに近いぬいぐるみを作って、あなたらしさを感じるために。私の都合に巻き込んだ上にずっと振り回しちゃって悪かったわ。お嬢様、きっと立場とか考えてお嬢様なりにずっと悩んでたんだろうな。ちなみにだけど、ぬいぐるみはこれだけじゃないわ。え？ずっとあなたに迷惑かけてたんだもの。ここまで来たら全部見てもらわないといけないわよな。これが私の秘密。全部あなたを思って作ったの。だ、すごい数の俺がいる。待てよ。ということは、お見合いを断ってたのは全部俺が原因ってこと？引いちゃうでしょ。そんなことありませんよ。お嬢様は手先が器用なんですね。ぬいぐるみ作りはね、亡くなったお母様に教わったの。だからそう言ってもらえると嬉しいわ。そっか、お嬢様はお母様との思い出を大事にしてたんだ。ただ俺は雇われの身です。お嬢様との交際は。わかってるわ。でも恋人ごっこでご主人様を満足させるくらいのことはしてくれていいでしょ。お嬢様は大切な趣味を明かせなかった孤独な人だ。せめて俺だけでも味方でいないと。俺でよければ。それから俺には平和な日常が訪れるはずだったのだが。いつも送ってくれてありがとう、ショウ。お嬢様からお礼なんて新鮮な。ああ、あなたもここの学生だったらよかったのに。お嬢様、ここでは私は大企業の社長令嬢という目でしか見られてない。本当の友達がいないの。だから翔が一緒だったら心強いと思ったのよ。お嬢様、やっぱり寂しかったんだろうな。お嬢様の代わりようはそれだけじゃなく。翔、ここに座って。食事の席に座れるのはお嬢様と旦那様だけでは。いいのよ、あなたは特別だから。あ、はー、うん、じゃあ何、恋人ごっこに付き合ってくれるんでしょ。まさかここまでとは。でもこれでお嬢様の寂しさが少しでもなくなるなら。おいしいです。よかった。かわいい。お嬢様こんな顔で笑うんだ。
さらにお風呂の時には大浴場前の見張りご苦労様。それより本当に良かったのかしら。当たり前ですよ。お風呂までご一緒することはできません。ショーの中では一緒に入浴は恋人ごっこのうちに入らないのね。ごっこの範疇を超えてますから。意地悪。じゃあ次のは付き合ってよな。え、それってほら一緒に寝ましょう。なあ、恋人なら朝まで添い寝してくれるわよね。だからごっこの範疇を超えてますって。こうして今までとは違う日常を過ごしていたのだが、恋人ごっこの終わりはすぐにやってきた。ようやくお嬢様のことを分かり始めてきたのに、まさか旦那様が強引にお見合いパーティーを開催するなんて。私少し席を外しますわね。ねえ、では後ほど。もううんざりよ。御曹司の人たちからひっきりなしにお金持ちアピールされてるもんな。お嬢様大丈夫ですか？翔、あなたがここにいてくれて本当によかったわ。少しでもお役に立てたならよかったです。アンナ、ちょっといいか？何かしら。彼らはどうだ？いずれも財力に恵まれたお前を幸せにできる男たちだぞ。どうしてお父様はお金のことばかりなの？今回のパーティーだって私の意見なんて聞かずに勝手に進めて。アンナ、私はお前のために。私ならもう結婚を決めた相手がいるの。お金なんか関係ない、本当の愛がある人よ。その人以外の求婚は受けないわ。あ、私が好きなのはこの田中翔よ。お嬢様、使用人の田中と結婚？冗談だろ。本気だわ。従者と結婚して幸せになれるとでも？翔は素晴らしい男性よ。なんな、また今度ゆっくり話そう。今は落ち着いて冷静な頭で考えなさい。田中、君にも戻ったら話がある。かしこまりました。お父様！屋敷に戻った後、俺は約束通り旦那様と話をすることに。お嬢様は必死にかばってくれたけど、あの屋敷で一番権力があるのは旦那様だ。今後一切お嬢様との交流を断つという指示のもと、俺は屋敷を追い出されてしまった。屋敷で働いたことで新しく住む場所には困らなかったが、お嬢様今頃どうしてるだろう。俺のせいで旦那様と縁切りなんてことになってたら。って俺あれからずっとお嬢様のことばかり考えてるな。あ、誰だ？お宅田さん、どうしてここに？これあんなお嬢様からです。これは俺の。田中さん、お嬢様は今旦那様が決めた御曹司の方と結婚の段取りが進んでいます。結婚？ねえ、お相手のお父様と旦那様は昔から大親友なようで、伊藤家にもメンツがありますから、今回ばかりはお嬢様は逃げられないかもしれません。俺はあくまでごっこ遊びの恋人だ。下手に動けばお嬢様の立場を危うくしてしまう。でも俺を好きでいてくれる人が不本意な結婚をさせられるのは嫌だ。大田倉さん、相談があります。いい顔になりましたね。私にできることなら何でも力になりますよ。アンナ、どうしてそんな顔をする？この人はお前を絶対に幸せにしてくれるぞ。アンナちゃんはまだ学生ですから、結婚を不安に思って当たり前ですよ。その結婚待ってください。ショウ、田中どうしてここに？急に乱入してすみません。でも俺はお嬢様に伝えないといけないことがあるんです。お嬢様、俺と付き合ってください。君、自分が何を言ってるのか分かっているのか？見合いまで台無しにして。お父様違うわ。ショウは私を幸せにするためにここに来てくれたの。
確かに田中は真面目でよく働いてくれていた。しかし私にはあんなにふさわしい男とは思えない。私の大事な人よ、悪く言わないで。私は亡き妻に誓った、必ずお前を幸せにすると。だから少しでも早く立派な男のもとへ嫁がせたかったんだ。お金持ちの男のところへでしょ。お前は金持ちの生活しか知らない。だから結婚相手にも相応の財力が必要なんだ。お前に庶民の暮らしは無理だぞ。だから御曹司を選んで。旦那様、お嬢様が本当に欲しているのはお金ではありません。お嬢様はずっと寂しそうでした。俺はそれを一番身近で見てたんです。そうよ、お母様が亡くなってからお父様は私の話を真剣に聞いてくれなくなったわ。いつも仕事仕事で、たまに帰ってきたらお見合いの話。それは翔は私のわがままを聞いて私に寄り添ってくれた。翔は私にとって一番の男性なの。旦那様のおっしゃる通り、俺にお金はありません。ですがお嬢様の寂しさは俺が埋めてみせます。だからお願いします、どうか認めてください。お父様の気持ちは分かったわ。でも私の幸せを考えるのなら、他人ではなく自分で決めた男性と一緒にいることを認めて。私、お父様が思うほど弱くはないのよ。お母様のことだって今は悲しいだけじゃない、素敵な思い出だわ。そうかもしれんな。弱かったのは私の方かもしれん。私に追放されてもなおこの場に来るのだから、アンナを好きな気持ちは本物なのだろう。大事なマナ娘だ、いい加減は許さんぞ。もちろんです。そうか、それなら交際を認めよう。お父様、ありがとうございます。私も冷静さを失っていたようだ。突然屋敷を追い出してすまなかった。いやー、丸く収まってよかったですね。すみません、お見合いを邪魔してしまって。すまなかった、君には恥をかかせて。謝らないでください。昔から知ってるアンナちゃんに本当に好きな人ができて、俺だって感慨深いんですよ。その後俺たちは少し時間をもらって話をすることに。あなた、とんでもないことをしでかしたわね。すみません、とにかく必死だったので。それほど私が結婚してしまうのが嫌だったのね。はい、俺はあんなお嬢様のことが好きですから。ついにあなたも私を好きって言ってくれたわね。前から不思議だったんですけど、お嬢様は俺のどこを気に入ってくれたんですか？言ってなかったかしら。あなただけが私を助けてくれたからよ。街で絡まれているところですか？そう、お父様が言っていたように、私はお金持ちの生活しか知らない。だから時々変装して街を歩いていたの。ああ、それで結局は伊藤家の後ろ盾がない私自身がどう見られているか不安だったのね。でもそんな私を翔は見つけてくれた、助けてくれた。ねえ、翔はどうして私を好きになってくれたの？最初は確かにわがままな方だと思ってました。でも本当は奥様との思い出を大事にしてる優しい人で、何よりお嬢様が感じている寂しさも俺が埋めたいって思うようになったんです。翔と一緒なら何でもできる気がするわ。あのね、私卒業したらキャラクターグッズの会社を立ち上げたいの。いいですね、お嬢様にぴったりです。そしたらあなたも協力してね。お嬢様の夢を手伝えるなら。そうして俺は正式にあんなお嬢様と交際することになった。楽しい時間はあっという間に過ぎ、アンナは大学を卒業し、俺と二人でマンションを借りた。宣言通りキャラクターグッズの会社を起業し、俺は共同経営者兼営業として頑張っている。ただいま、アンナ。どうしたの？遅くなってごめんね。それはいいの、あなたの働きには感謝してるし。でも
もっと私に構いなさいよ。あ、そうだね、ごめん。言葉じゃなくて行動で示しなさい。俺はアンナのことが世界で一番大事だよ。それでいいのよ。見るです。もし時間があればもう